テレビ新広島の畑です、はい、今週末に、尾道松江線の、三好から北がつながって、はい、であと再来年度に、尾道松江線全部開通するのと、はいはいはい、あと、東広島呉道路も、開通するんですけども、はいはい、昨日経済同友会が、全部が、つながると、県の経済国は41億円じゃないかというふうな発表もあったりとかするんですが、そういう高速道路網が整備されることについて、県のいろんな、メリットがあると思うんですけども、それに対するなんか期待感とかそういうのをちょっと聞かせていただけたらと思います。はい、もともとですね、今いわゆる井桁の、高速道路網の整備というのを進めてまして、で道路もやはりそのネットワークとして広がるということによって、相乗効果を生んでいくというふうに考えてますから、今般、三好から松江までつながる、また26年度にはですね、尾道までつながっていく、で、いわゆる東呉、広島呉道路もですね、26年度にはつながっていくというようなことが期待されるというところで、いよいよこの井桁が基本的な完成を迎えるのかなと思っています。これによって、いろんな物流あるいはその 人流というかですね、観光利用なりあるいはその何て言いますか、レジャー用のですね利用を含めて、県内のその活性化が図られるというのは大きく期待をしています。中央新報の西本です。関連になりますが、先ほどご質問出ました経済同友会の先ほど昨日発表ありました提言といいましょうか、報告書といいましょうか、高速道路の延伸を念頭に広島空港を中国のへそのような形に位置づけて、そこから広域収入でありますとか、あるいはインバウンド対策等に活用できないかといった意見がありました。空港は折々20年を迎えるタイミングでもあります。広島空港を活用したその地域振興あるいは広域観光というものについて地域としてのお考えはいかがでございましょうか。だからそれは当然これまでも県が取り組んできたことですし、これからもね、それは強化をしていきたいと思っています。特にいわゆるその国際路線というかインバウンドについては広島空港の位置づけというのは非常に大きいですし、ただそこは他の空港とも組み合わせながらですね、インアウト柔軟に、組んで、その広域の観光を進めていくということが、地域全体にとっては、重要なことではないかなと。何点になりますか。広島空港の LCC への誘致の考えというのは今どういったかでしょうか。LCC ももちろんどういう路線が成立するのかっていうのはありますけれども、それは積極的に考えたいと思います。また元に戻るんですけど、知事、中区の有権者になるんですよね。そうです。こうまさにご自身のこう選挙区で投じた一票が無効だということに。いや、だからこれは別に広島市中区がどうとかそういうことを言ってるわけじゃなくて、その国全体のこの状況としてどうかと、それの取っかかりとしてね、どっかの選挙区から入ってるだけですから、個別の選挙区の運営について特に何か意見があるとかですね、そういうことはございません。なんかこうご自身が票を投じた一票が無効になるかもしれないというのはなんかどういうふうに
感じられるのかなと思いました。いやいや、まあそれはね、それはまあむしろどっかその自分のが云々というよりもやっぱり国全体の制度の問題だと思います。ありがとうございます。あ、じゃあ、こっちもちょっと観光の方に話が戻って恐縮なんですけれども、はい、今週末ですね、はい、まあ、先ほど言いました30日土曜日には尾道松江線の、はい、三好松江から開通というのがあります。で、はいはい、次の日31日日曜日広島空港で、まあ、仙台線の増便でありますとか、あとこの平和踊りが、まあ、リムジンバスの、はいはい、その、まあ運行ですかっていうところで、まあ、たまたまなのかちょっと偶然なのか分かりませんが、まあ、そういったその先ほどおっしゃったようなそのネットワーク化についた動きが2つ続きます。こういったその、まあ、先ほどおっしゃったその周遊っていう方にもつながろうかと思うんですけれども、こういったネットワークはやはり県としても今後推進といいましょうか、促進といいましょうか、そういったところが、まあ、その地域の活力にどう生かしていこうかというと思うんですけれども、まあ、アクセスの問題はですね、まあ、もちろんいろんな JR の活用も含めてですね、いろいろと進めないといけないというふうに思いますし、ネットワークという観点から言うとですね、その、まあ、むしろ今後大きな課題になっていくと思うのは、やはり山陰道のミッシングリンクの解消ということですよね。でこれは特にその物流面、それから観光関数、まあ、それと両方なんです全部なっちゃいますけど、やはり非常な不便を強いられている面もありますし、それができれば広域周遊というふうにですね、非常にやりやすくなるという観点から、まあ、観点があるのと、まあ、何よりもですね、もう今や道路というか自動車による運送というのが、まあ、いろんな批判とか課題はあるにしても、現実としてのその主体的というかその主流のですね、輸送モードになっているわけですよね。でそれについて、まあ、特定の地域が非常に不利な状況に置かれているということはね、まあ、そもそもとしては問題じゃないかなというふうに思うので、中国地方全体としてのこのネットワークからという観点からですね、このミシングリンクの解消というのは非常に重要だと思っていますし、本市のですね、料金税制というものも非常に大きな課題だというふうに思っています。ありがとうございます。なければこれで定例会見終わりますが、よろしいでしょうか。終わります。はい、ありがとうございます。